それでは定刻となりましたので、ただいまより電力取引監視等委員会第4回制度設計会合を開催いたします。本日の議題は3つでございます。1つ目が電力の小売営業に関する指針案と、適正な電力取引についての指針のパブリックコメント結果について、2つ目が今後の託送料金制度の在り方について、3つ目が卸電力市場の活性化についてでございます。なお本日の2つ目の議題のヒアリング先としていたしまして、昭和シェル石油株式会社の柳生田電力事業部長、株式会社 F パワーの沖副社長にもお越しいただいております。どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。プレスの方におかれましては、カメラの撮影はここまでということで、どうぞよろしくお願いいたします。また公開で行いますので、プレスの方も含めて引き続き傍聴される方はご着席ください。なお本日の議事の模様はユーストリームで、インターネットで同時中継も行っております。ではどうぞよろしくお願いいたします。大橋委員はご連絡いただいておりますが、ちょっと遅れますのでご了解ください。それでは本日ご議論いただく議題の一つ目として、電力の小売営業に関する指針の案及び適正な電力取引についての指針の改定案のパブリックコメントの募集結果等について事務局から報告をお願いいたします。はい、取引監視課長の新川でございます。資料3を用いて、電力の小売営業に関する指針のパブリックコメント募集の結果等につきまして、ご説明をさせていただきます。1ページ目をご覧ください。小売営業ガイドラインについては、昨年の12月4日から本年1月8日までの間、パブリックコメントの手続きを実施させていただきました。合計で291通のご意見をいただきました。一通のご意見には複数件の個別のご意見が記載されている場合がございます。いただいたご意見の主な内容につきましては、記載をさせていただいているとおりでございますが、電源構成の解除を義務化すべき等の意見が多数でございました。主なパブリックコメントの内容と事務局の考え方を2ページ目以降で記載をさせていただいております。本日は会議全体の時間が極端に限られておりますので、主なパブリックコメントのうち、さらに主要なもののみにご説明は限らせていただきますが、ご容赦願います。最初から一つ飛ばさせていただきまして、恐縮でございますが、使用済み燃料再処理等、沖発電費相当額を明記すべきというご意見をいただいておりますが、これにつきましては、委員会事務局としましては、電気の小売営業における電気の需要家の保護の充実を図るという観点からは、再生可能エネルギー発電促進賦課金と使用済み燃料再処理等非発電費相当額の明示を求める必要は必ずしもないと考えております。本論点については、負担の透明性という観点からまずは論ぜられるべき課題と考えております。3ページ目の電源構成の開示を義務化すべきとのご意見につきましては、前回ご説明した考え方により、本指針案におきましては、問題となる行為として罰則を伴う義務付けを行うことはせず、望ましい行為に位置づけ、事業者の自主的な取り組みを促す努力義務と位置づけることとしており、その背景として、エネルギー基本計画や COP21 を踏まえたパリ協定の採択について追記をすることといたしました。統一した表示を定めるべき、細かすぎる開示はかえって消費者を混乱させるとのご指摘については、本指針では開示する際の具体例を示すとともに、電源構成について消費者を誤認させる可能性の高い表示方法などを消費者保護の観点から問題となる行為と定めております。また特定の方法以外に開示を禁ずるといった扱いをすることにつきましては、開示自体を事業者の自主的な取り組みを促す努力義務としております考え方と整合しないと考えております。なお電源構成の開示につきましては、事業者の方々も自社の電源構成を開示する際にいろいろと悩まれることもあろうかと思いますので、個別の事案に応じて事業者の方々からの相談にも委員会事務局として丁寧に応じながら対応していきたいと考えております。
請求書への明示に関してでございますが、インターネットにアクセスできない消費者の方々がいる一方で、事業者によって請求書の大きさがまちまちであること、請求書の裏面等に何を記載すべきかの整理がついていないことを踏まえ、直接事業家に配布されるパンフレットやチラシを例示に追記をさせていただくことと一致しております。4ページでございますが、CO2 排出量の開示にかかるご意見につきましては、すでに CO2 排出係数を記載することが望ましい旨を記載しているところでございます。放射性廃棄物排出量については、現時点で一般電気自動車ごとに液体や固体で算出単位が異なるなど、算定にかかるルールが定まっておらず、常時バックアップを含め、原子力発電の卸売を受けた事業者の算定にかかる負担も鑑み、開示を望ましい行為と明示することはしないとしております。二酸化炭素排出係数につきましては、すでに記載例のところで、調整後排出係数に基づく考え方を記載をしておりますので、確認的に指針の中に調整後排出係数であることを記載するということといたしました。またゼロエミッション電源につきましては、ご指摘を踏まえて、二酸化炭素排出量がゼロであるという趣旨が、という趣旨であるということが明確になるように修正することといたしました。5ページのインバランス供給につきましては、一般送配電事業者がインバランス供給にかかる電源構成の数値を公表している場合には、当該数値を織り込んで算定することが望ましいと考えられますが、当該数値が公表されていない場合には、ご意見を踏まえて、その他に分類する旨の修正を行うことといたしました。また、地産地消に輸入燃料を含むべきではないというご意見に対しましては、電気の産出行為は発電であるために、輸入燃料であっても地産地消ということ自体は妨げられないと考えられるところ、燃料を含めた地産地消の新しい定義をこのガイドラインで創設することは困難であり、国際燃料と説明しておきながら、輸入燃料を用いたような場合を問題となる行為として追記することといたしました。以上を含め6ページでございますけれども、指針の修正についてご説明をさせていただきたいと思います。パブリックコメントにおきますご意見を踏まえまして、技術的な観点からの修正を含めて以下の修正を行うこととしたいと考えております。まずパブリックコメントにおけるご意見を踏まえた修正としましては、電源構成等の開示の方法にホームページによる開示に加え、パンフレットやチラシを例示として追記をする。2つ目、電源構成の開示の際に合わせて記載をすることが望ましいとしております CO2 排出係数について調整後排出係数である旨を明示をすると。3つ目、常時バックアップの記載につきまして事業家にも分かりやすい説明を追記をするというもの。4番目、インバランス供給を受けた電気の電源構成の仕分け方法に関する記載を修正をするというもの。5番目、ゼロエミッション電源に関する記述を二酸化炭素排出量がゼロという趣旨であることが明確になるように修正し、これに伴い同段落の記載を修正をするというもの。6番目、地産地消の項目に国産燃料を持って発電したと説明しながら輸入燃料を使っていた場合を問題となる行為として追記するとしております。また本指針の制定背景のアップデートおよび技術的な観点からの修正としまして、エネルギー基本計画や COP21 を踏まえたパリ協定の採択を追記する、フィット電気を販売する際の説明において要求されるフィット制度の説明内容の記載を電源構成の開示の具体例において記載に合わせて修正する、その他技術的な修正をするとしております。具体的な修正内容については7ページ以降に記載をしておりますが、お時間の関係で個別の紹介のご紹介までは割愛をさせていただきます。本ガイドラインにつきましては、本日開催予定の電力監視等委員会に諮り、経済産業大臣に建議を行うということを予定をしております。続きまして資料4を用いまして、適正取引ガイドラインのパブリックコメント募集の結果等についてご説明をさせていただきます。適正取引ガイドラインにつきましては、昨年12月の17日から本年1月19日までの間、パブリックコメントの手続きを実施いたしました。合計で28通のご意見をいただいております。
ご意見の内容と事務局の考え方につきましては2ページ目以降に記載をさせていただいております。ただしこちらにつきましては独占禁止法に関係する部分は除外してまとめております。独占禁止法に関係する部分につきましては公正取引委員会にてご審議されると伺っております。小売分野へのご意見につきましては2ページ目に記載をさせていただいております。こちらもご説明は主要なものに限らせていただきます。3つ目の契約期間についてのご意見については小売営業ガイドラインのご意見と同様の記述をしており、更新期間契約更新の通知に関するご意見については契約更新に際して小売電気事業者等には更新後の契約期間などの供給条件の説明義務、書面交付義務が課されていることを記載をさせていただいております。また4番目でございますが、経過措置期間中の自由料金メニューの設定や新たなサービス提供についての考え方を記載をさせていただいております。次に卸売分野へのご意見につきましては3ページ目に記載をさせていただいております。4つ目のインサイダー情報として公表される発電所の計画外停止情報を利用した価格の吊り上げにつきましては相場操縦を問題のある行為と位置づけており、ガイドラインに沿って適切に監視を行うこととしております。託送分野につきましては4ページに記載をさせていただいております。1つ目の託送供給料金の適切性に関する資料の公表につきましては各事業者により資料の公表が一定程度行われている現状を前提とすると公表を義務化する必要性はないと考えております。またこのような資料については電力取引監視等委員会のホームページに記載されている議事録等を閲覧することでも確認することが可能となっております。他のエネルギーと競合する分野についてはオール電化に伴うガス配管設備の撤去等に係る記載を維持すべきとのご意見をいただいております。オール電化が原則として自由料金になるために選択約款に係る記載はガイドラインから削除しておりますが、オール電化の契約の際のガス設備撤去についても浄化保護の観点から問題が生じていないか適切に監視を行うこととしております。5ページでございますが、現時点で抜本的な変更はないと考えておりますが、今後の修正につきましてはまだパブリックコメントを締め切って3日目でございますので、コメントをさらに精査し必要があれば修正を行うこととしております。また第一部の適正な電力取引の指針の必要性と公正という部分がございますが、こちらをより分かりやすく簡潔な記述に修正をする予定でございます。上記のほか全体として技術的な観点からの修正があり得るものでございます。本ガイドラインにつきましては公正取引委員会の審議の状況を確認しつつ近日中に電力取引監視等委員会に諮り経済産業大臣に建議を行う予定としております。説明は以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは4時まで時間を予定しておりますので、ぜひ活発なご議論をお願いいたします。どうぞ。はい、それでは辰巳委員どうぞ。はい、ご説明ありがとうございます。今後いろんな状況を鑑みて多分ガイドライン の修正もありうるんだというふうには思っておりますけれども、一つだけ放射性廃棄物のところだから、ページ数の 4ページ、資料3の、そうです、すみません、資料3の4ページのところです。で、それの2つ目、右側の考え方の右側の、2つ目の四角のところですけれども、算定に関するルールが定まっておらずと2行目に書かれております。で、そういうことで今回は取り上げないということになっているんですけれども、この早急にですね、このルールを定めて、そして記載していただけるような方向性でご検討いただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。関連のご発言がありますか。じゃあこの件はちょっと新川課長、ここでもう答えられることを答えてください。
ご指摘ありがとうございます。放射性廃棄物の排出量については二酸化炭素排出量と並んで、ご関心が高い事項であるというふうに認識をしております。でただ現時点ではドラム缶の本数で数えたり、トンで数えたりもしくはベクレルで数えたりと、いろんな方式が混在しているという状況でございまして、なかなか算定ルールが定まっていないということだと承知をしております。でもこれをどういうふうにするかということについては私ども電力取引監視等委員会が放射性の知識が必ずしもあるわけではございませんので、関係省庁も含めてですね、どういうことを今後できるのかということについて検討していきたいというふうに考えております。はい、よろしいでしょうか。それでは、岩船委員お願いいたします。ありがとうございます。私はフィット電機 の、 扱いについて、この資料3の1の11ページのところなんですけれども、まだですねフィット電機を前面に出したような小売りのメニューというのはそれほど出ていないと、世の中に出ていないと思うんですけれども、私がホームページ上で拝見したものの中にフィット電機のを、主体としてメニューを提案したいと、その注意書きとしてフィット電機は皆様の付加金により賄われているっていうのはいいんですけど、二酸化炭素排出量は他の再生可能エネルギーで作られた電気と異なりますという表記がされていました。つまり、フィット電機の CO2 排出量は他の再エネとは違いますと書かれているだけで、CO2 フリーではないということはそこにはどこにも表現されていなかったわけですね。つまりこういう表現が許されると、フィット電機の環境価値が本来その買う人には帰属しないということが全く不透明になってしまうと思われます。でこの記述はこの指針を読む限りですねルール違反でもないわけなんですよね。というようにこうなんていうんですかね、この文言の合間を縫ってとても曖昧な表示がされるようなことが一番避けなければならないのではないかなというふうに私は思いますので、この11ページにフィット電機の特性を明示している部分があるんですけれども、やはりこれ何度も議論があったと思うんですが、これではやっぱり普通の人には分からないと思うんですね。一般の消費者の方には分かりづらいということ で、 一番最初にフィット電機は CO2 フリーとは扱われませんというような一文をまず入れてはどうかなということを私は提案したいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。まず前提として虚偽とか誤解を招くような表記はあるいは真実と違うという表記はやはり問題だということについてはこの指針の随所に表れておりますので、その観点からその監視を強化するというのは明文で書かれなくても当然のことでありまして、そういう趣旨で我々も監視をきちっと強めていくと。で具体的なまた方法論とか、それからかけるべきコストとか技術ですね、こういうことも踏まえて考えていかなければいけないというふうに思っています。新川課長どうぞ。はい、ありがとうございます。岩船委員のご指摘の点につきましては、今ご指摘の11ページのこのフィットの電気の特性を明示のところにつきましては、この電気の CO2 排出量については火力発電なども含めた全国平均の電気の CO2 排出量を持った電気として扱われますというのを開示の例のところではまずお示しをさせていただいておりました。でご指摘のようにですね、本文のところで、二酸化炭素排出ケースの取り扱いが他の再生可能エネルギー電源で発電した電気と異なるということを書いていた部分がパブリックコメントに付させていただいたものにはございました。今お手元資料3ございますが、10ページをご覧ください。10ページの下の方8ポツでございます。この資料3の1でいくと18ページにあたります。パブコメ案におきましては、フィット電気については付加金を通じた国民全体の負担による導入が可能になっているものであり、費用負担や二酸化炭素排出ケースの取り扱いが他の再生可能エネルギー電源で発電した電気と異なることに関する適切な注釈を付す必要があるという記述をしておりました。でこの記述の趣旨は、例のところに具体的な文章を書いているので、そこを、ちゃんと踏まえた上で
で記載をしていただくということを前提に、そこをまあ重ねては書かないということをしていたものでございますが、ご指摘のような事例があるということを受けたまりまして、修正案ということでお示しをしておりますように、フィット電機については、賦課金を通じた国民全体の負担により賄われているものであり、二酸化炭素排出係数が他の再生可能エネルギー電源で発電した電気と異なり、火力発電による電気なども含めた全国平均の電気の CO2 排出量を持った電気として扱われることに関する適切な注釈を付す必要があるということで、はっきりとお明記をさせていただいております。よろしいでしょうか。と、確かこんなふうに改めていただいたのは本当にありがたいと思うんですけれども、でこのようにですね、その読み方によって、そして嘘でもなくて、でやっぱり自分のところの商品ですからよく見せたいというのは当然ビジネス上当然だと思いますので、おそらく今回はこれで例えば網をかけられたとしても他の表現とかがまた出てくる可能性はあると思うんですね。そういった際にきちんとその点を、そういうものを管理していけるような体制が、あったらいいなというふうに思っております。で、私が言いたかったのは、もちろんこの説明は長々と書いたとしてもですね、一般の方にやっぱり目につくのは1行目じゃないかだと思うんですね。そういう意味で、全電源平均レベルとか言ってもですね、はっきりとあまり伝わらないということであれば、まず CO2 フリーではないというのを一番最初にポンと出す書いてもらって、あとじゃあそれはどのレベルなのかというのはまた次に判断してもらうというような書きっぷりができないかな、まあ、例だけでもいいので、ぜひそういうようなところを少し検討していただきたいと思いました。以上です。ありがとうございました。60年ぶりの改革が小売りの場面で起こる、これはですね、やはりその電力業界のと官のあり方、あるいはそのさまざまな関係のあり方もですね、この小売りの対象、相手の目線に立ってものを考える、買う側の目線に立ってものを考えるという新しい取り組みがやはり本当に必要になってきているので、岩船委員のご指摘は本当に誠に最もだと思いますので、皆さんで力を合わせてやれたらと思います。本当にありがとうございました。他に それでは事務局の方から何かありますか。はい、ご指摘のですね、フィット電源については、まずフィット電気を販売している場合において、グリーン電力とかクリーン電気とかきれいな電気というような用語をですね、用いることは問題となるということは明記をさせていただいております。まあ、CO2 フリーかどうかはフィットそのものではなくて、まあ、その後クレジットを買えばできるという場合もありますので、そこについては記載をしておりませんけれども、まあ、今後いろんな表現出てくると思いますので、私どももしっかり内容を確認をして消費者への誤認を招かないように活動していきたいと思います。またこの指針の見直しにつきましてはですね、ご指摘のようにいろんな事例が出てくると思いますので、これも前回 のこの会合でもご指摘を受けましたけれども、そういった具体の事案に応じてですね、適宜適切に見直していきたいというふうに考えておりますので、その際にはまた皆様にぜひお諮りをしてですね、ご議論させていただければと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは先に進めさせていただきます。まあ、この件については、先ほどもありました、新川課長の方からありましたけれども、パブリックコメントの募集結果を踏まえて修正した電力の小売営業に関する指針については、まあ、この後に本日開催します委員会の決定で経済産業大臣に建議するとさせていただきます。また適切な電力取引のについての指針案についても、パブリックコメントの募集結果を踏まえて委員会において公正取引委員会と連携しつつ、今後のプロセスを進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは次、議題の2番目ですが、今後の託送料金のあり方について、まず事務局から説明をいただき、その後昭和シェル石油の柳生田様、F パワーの沖様からご意見をお伺いしたいと思います。それでは事務局から説明をお願いいたします。はい、それではご説明を申し上げます。まず資料の5をご覧になっていただければと思います。託送制度に関する第1回第3回のご議論についてというタイトルの資料でございます。第1回では小売用途の大口発電設備を保有する方としてですね、東京ガス株式会社、それから、
ローカル分散電源によるスマートコミュニティサービスを施行されるソフトバンクの2社に対してですね、それから第3回の本会合におきましては、日本風力発電協会に対してですね、ヒアリングを実施してきたところでございます。プレゼンいただいた内容のエッセンスをですね、このページ下の部分にですね、書かせていただいております。本日も今座長よりご紹介がございましたように、お二方をお招きしてですね、ヒアリングを進めてまいりたいというふうに考えております。2ページ目以降でございますが、これまで会合でいただきましたご指摘等の概要を項目別にですね、分類して記載をさせていただいております。個別の説明は割愛をさせていただきますが、本日の議論の中でですね、適宜ご参照いただければというふうに考えております。説明は以上でございます。はい、ありがとうございました。何かご質問ありますか。はい、それでは続きまして、昭和シェル石油の八木田様、失礼いたしました。お願いいたします。はい、昭和シェル石油の八木田と申します。本日は大変貴重な機会をいただきまして誠にありがとうございます。早速でございますが、弊社の託送制度に関する意見を述べさせていただきます。それでは3ページをご覧ください。まず当社が考えます送配電事業のあるべき姿ですが、資料に記載のとおりでございまして、一つ目としまして、システム改革後も依然として必要な信頼度が維持されているということ。二つ目に、建設コスト、送電ロスとコストがミニマムとして運用されていること。三番目に、受益に応じて費用負担がされていることという三点が重要ではないのかと考えております。この三点を踏まえまして、各論について説明させていただきます。4ページをご覧ください。当社が本日説明させていただきたい論点は以下の3点となります。1点目が、ライセンス制への移行に伴う合成の誤病への懸念。2点目が、託送料金の負担のあり方について。3点目が、需要誘導によるネットワークコスト低減の可能性となります。5ページ目をご覧ください。まず論点1、ライセンス制に伴う合成の誤病への懸念についてでございます。今までは一般電気事業者が垂直一貫体制の下で電源と送配電設備を一体開発することができていましたが、2016年の4月以降はライセンス制の導入に伴い、発電事業者は送電ロスやネットワークの一般負担を強く意識することなく、主に電源としての優位性にだけ着目して発電所を建設することが懸念されます。その結果としまして、資料の問題点の部分にありますように、発電所単位では合理的な選択がされたとしても、ネットワークとしてはロス率の上昇や一般負担の増加によって電気代の上昇、つまりは国民負担の増加につながってしまうということが懸念されるのではないかと考えております。したがって当社としましては、現行の近接性割引のような制度により、電源をロス率の低減に資する地域に意図的に誘導していくことが肝要だというふうに考えております。6ページをご覧ください。こちらが本日提案いたしたい需要地近接性制度割引の骨子となります。1点目は、基幹系のロス改善効果に着目して還元率やエリアを設定すべきではないか。2点目は、発電所に投資しようとする事業者にとってのインセンティブの予見性が必要ではないか。3点目は、一定規模以上の電源に制度を適用するのが効率的ではないか。4点目は、現行制度は近接性割引は小売事業者に還元されることとなっていますが、これを電源設置者に還元するように変更すべきではないかという4点になります。詳細についてご説明させていただきます。7ページをご覧ください。当社としましては、特効設備以下の電圧階級については、日々の需要の変動並びに系統の切り替え等もあって、潮流の状況が一定ではないことから、必ずしもロス低減効果があるとは断定できないというふうに考えております。従いまして、対象は潮流の向きが電源配置に依拠し、長期間にわたってロス低減に資する蓋然性の高い基幹系にのみ着目すべきではないかと考えております。図で申し上げますと、アルファ基幹系設備におけるアルファパーセントのみを考慮するというイメージでございます。また、設備投資抑制効果につきましては、減価償却を基本とした一律の考え方ではなく、具体的にネットワーク設備の新設の抑制に資することが特定できる場合に限定して、その効果を算入してはどうかというふうに考えております。加えまして、今回の基幹系の割引の単価が特効の2分の1ということで、設定されたと理解していますが、
こちらにつきましては、実態をアセスして、より実態に近い納得性のある設定方法にしていただきたいというふうに考えております。8ページをご覧ください。次にエリアの設定についてでございますが、今回の改定では、期間計については、大きな潮流を見るという観点から経過措置を残して、加えて市区町村の需要と供給のバランスに着目して対象エリアが設定されるという変更になったと理解しておりますが、当社としましては図1にありますように、例えば上から需要地に大きな電気が流れているというときに、 A 市の一番上の A 市ですけども、需要と供給のバランスだけで判断すると、 A 市にある G1、 例えば G1 という発電所がロス低減に資すると判断されて、実際にはロス低減に寄与していない電源が対象になるといったような実態にそぐわないケースが出てきてしまうということから、行政区分である市区町村でエリアを設定するということが必ずしも合理的ではないのではないかというふうに考えておりますということでございまして、次のページにあるような考え方の方が望ましいのではないかと考えております。9ページをご覧ください。図2に示すとおり、図2をご覧ください。こちらは東電系統をイメージした絵になっておりますけれども、電気が大きく1から8の方向に流れているとして、1から8それぞれが50万ボルト系の変電所だと思ってください。1から8への流れの中でロスを低減する効果がある7と8の変電所の下位系統にある電源が近接性対象になるというイメージでございます。したがって8エリアにある電源 C というのがございますが、これは8変電所の近くにある電源であっても、1の変電所に接続されていればそれは対象外になるという考え方でございます。運用としましては、電力会社に接続申し込みをする際に対象となるか否かは判断できる、個別に判断できるのではないかと考えております。10ページをご覧ください。次は予見性の話です。事業者が投資するに際しては、近接性割引の適用期間と割引単価が予見性として重要だと思いますが、上に書いてあります C の論点、これ期間に関してですけれども、期間に関しましては、その電源が発電していれば物理的にロス低減のメリットで国民に貢献し続けているということになるので、ネットワークとしてはその貢献に対して一定程度還元し続けるという合理性はあるものと考えています。したがって適用期間は当該発電所が発電を継続する期間とすべきではないかというふうに考えております。次に D の論点でございます。単価に関してでございますが、図3の方にイメージを示してますが、単価は都度見直されるべきだというふうに考えておりますが、その見直しの単価はそれ以降に導入される電源に対して適用されるということで、既存の電源は連携した際に適用された単価がそのまま継続して適用されるということによって、電源投資をする事業者に予見性を与え、電源誘導インセンティブとしての機能を高めるべきではないかと考えております。期間と単価の予見性を持たせることで、そのメリットを電気料金の値引き原資として継続的に顧客に還元できるのではないかというふうに考えております。11ページをご覧ください。次に適用される電源の規模ですが、あまり小さい電源にも適用していると、もう生産業務自体が煩雑になる割にはインセンティブとしては不十分になるのではないかと考えておりまして、例えば一番下に小規模電源についてという枠がありますが、割引単価が例えば 0.5 円であったとしても、4キロワットの電源には年間2500円程度しか還元されないということで、投資インセンティブとしてはほとんど意味をなさない、割には事務処理が煩雑になるということで、例えば発電事業者として定義される1万キロワットなどで区切って適用するということが望ましいのではないかというふうに考えております。12ページをご覧ください。最後に建設性割引は発電事業者に還元すべきではないかという意見でございます。現在は建設性割引は託送した小売業者に還元することになっておりますが、小売業者との売買契約の中で評価される項目としてはなり得ますが、必ずしもそのすべてが発電事業者に還元されるという保証はないので、発電事業者が投資をする際に評価に織り込むということが難しいのが現状です。したがいまして、投資インセンティブとしての機能を高めるためにも、
発電事業者に直接還元すべきというふうに考えます。また送電ロス低減効果は発電所の位置と発電状況に依存することから、それがより正しい姿に近いのではないかというふうに考えております。4月からは発電事業者もネットワークとの間で発電量調整契約も締結することから、そちらの生産と合わせて発電事業者に還元することで手続きも煩雑になることなく整理ができるのではないかと考えております。論点1は以上となります。次に論点2でございますが、託送料金の負担のあり方についてです。現行の託送料金の設定は一番上の記載にあるように需要地の電圧階級に応じて設定されているものと理解しております。この方式の長所は、エリア間競争が活性化しやすいこと、遠方の電気を活用しやすいことなどが長所としてありますが、一方短所としまして、あまり使われない上位電圧階級の負担への不満ですとか、分散型電源の導入が進まないといったことがあるように理解しております。しかしこの短所に関しましては当社としては次のように考えております。14ページをご覧ください。まず短所1の上位電圧系統の設備負担をさせられているという論点についてですが、物理的には特別高圧、高圧を含めた一体としての系統設備に依拠した周波数維持数の受益を受けていることに加えて、下線部に書いてありますように完全に系統が独立していない以上は、負担を求めるということが受益者負担の原則により近いというふうに考えております。15ページをご覧ください。次に短所の2番目の分散型の導入インセンティブがないという点でございますが、これは冒頭の3ページで述べましたネットワークのあるべき姿、これは信頼度ですとかコストミニマムですとか、受益のオーブン負担、これらのどの観点から見てもネットワークとして導入するというインセンティブを用意する合理性はないというふうに考えております。従いまして分散型電源のこれ導入を否定するものではございませんが、これは託送制度ではなく、例えばフィットのように託送料金とは違う別の制度で支援する方が合理的なのではないかというふうに考えております。16ページをご覧ください。また特定負担と一般負担につきましては基幹系統については受益者を特定できないということから原則一般負担だというふうに理解しておりまして、これに関しては依存はございませんが、現在表にある赤線の部分、囲んである部分に関しまして例外事例が書いてあるかと思いますが、この例外事例の解釈が事業者としましては予見しにくいと思っておりまして、投資行動を効率化するためにも応益負担の観点からもう少し明確にしていただきたいというふうに考えております。これが結果として送配電設備の効率的な形成に資するのではないかというふうに考えているところでございます。論点2の託送料金のあり方についてのまとめとなりますが、資料のとおり当社としては将来の託送料金についても考え方は現行のように需要地の電圧階級に応じた負担配分により設定するのが望ましいと考えております。しかしながら託送にかかる総費用を電圧階級ごとに配分するにあたっては負荷カーブ等も踏まえ再検討の余地があるのではないかと考えております。例えば記載しておりますように同じ高圧需要の中でも業務用と産業用というふうに需要の負荷カーブが違いますので、その特性に応じて種類を切り分けるような考え方もあるのではないかというふうに思っております。ただしあまり大きな託送水準の変動は電気代に与える影響、つまりは需要家及び事業者に与える影響が大きいことに配慮が必要だというふうに考えております。最後に非常に簡単ではございますが需要地誘導インセンティブという考え方についてです。前半で電源誘導インセンティブのお話をさせていただきましたが、同様に例えば ① と ② のエリアに需要を誘導することができればロス低減という観点におきましては同じ効果があるということで、託送制度としまして一定規模以上の需要にインセンティブを与えるというようなことができれば、結果としてネットワーク費用の低減に資するものというふうに考えております。最後のページはまとまりになりますので割愛いたします。説明は以上となります。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは続きまして F パワーの沖様からのご説明をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
それでは、託送制度について説明します。でまず2ページの方からいきます。本日の説明事項と論点については3つです、大きく。1つは A として、需要地近接性評価の割引について、ここでは今回、継続審議事項もありまして、それを含めて割引制度への提案を行いたいと思います。次に B として、託送制度における送配電損失、ここではロスという言葉で変えますが、ロスの取り扱いについてですが、託送制度での、ロスの持つ問題点について指摘をさせていただいて、将来あり得るであろう制度の提言をしてみたいと思っております。で3つ目は、今後の託送制度の課題ということで、テーマは東京中部間の連携線、いわゆる FC ですが、こちらの市場分断、東西分断についてお話をしながら、特にマージンと市場間約定代金差額、それと、送電機について少し触れてお話をしたいと思っております。では次、3ページお願いします。まずテーマの1個の需要地近接性の評価の割引ですが、これまでの割引の考え方は以下のように3つのポイントで出ていると整理します。A から C までありますが、まずロスの低減効果、それから B の設備利用について、最後に投資抑制ということで、この3点の議論がされていますが、特に設備利用については継続検討の内容というふうに理解しております。次に4ページもありまして、それに基づいた考察の提言として、この4ページから7ページまで5点取り上げて、挙げております。まず、託送料金設定の原則ということですが、料金そのものは、こちらにありますように、電圧別の設定で異論はございません。理由はここに3つ、1から3ありますが、これについては、これの大方の意見として正しいんじゃないかと思っています。2つ目としまして、割引を受ける事業者を、小売事業者が適当であるということです。今、昭和シェルさんのお話では、発電事業者ということで、これ全く反対の意見なので、ちょっと簡単にご説明します。発電事業者の方から指摘される点については、以下のこの3つの点についてですね、おそらく、大丈夫ではないかと思います。特に1と3ですが、これは制度上、託送制度という形でいけば、小売事業者が受けるということは非常に自然な形になるというふうに考えております。細かい話はちょっとここでは避けますが、それから2番目のですね、直接インセンティブを与えるということは、先ほど昭和生産からでは契約上では困難であるというお話を受けましたが、実は我々実際に契約の中に近接性のものを入れております。ですから、その契約の中身というのはどういう形になるかはそれぞれの発電事業者と我々の関係であるので、その辺を我々自身が意識するかどうかの問題かと思っております。それから入札電源については近接性の話が実際に出ておりますので、その分を考慮した入札価格で入れているということを我々の方では意識しながらやっているということをご理解いただきたいと思います。結果としましては、ここにあるように割引受益者は現行ルールが適当であるというふうに書いております。次、3つ目ですが、割引対象地域の設定方法なんですが、これちょっといっぱい書いてあるんですけど、ここにあるように可能な限り、定量的に評価すべきだということです。で、電圧別に考えてですね、ここに2つありますが、特別高圧と高圧以下と2つに分けまして、特別高圧に接続する電源については、こちらにちょっと書いてありますが、電力会社さんが今お持ちになっています、系統解析プログラムですね、いわゆる一般的に言う電柱圏の Y 法だと思うんですが、こちらの調理計算のですね、結果を使って、地域選定をされることが最も客観的ではないかなと思っています。で、これについては資料6にちょっと簡単に書いてありますが、電力会社さんはすべて特効以上の系統をすべて、模擬しながら実際に、ロスの計算を含めた系統安定度も含めてやっておられると思いますので、これを使えばとりあえず特効の電源については、十分、例えば、料金算定の3年間あるいは10年間の、8760時間の断面を使ってですね、それを累積したもので、実際の電源があるなしの差を取って低減効果の計算はできるというふうに考えておりますので、その方法をまずやってみるのもいかがかと思います。で、もちろん時間的な制約もありますので、簡易的にやる方法も考えながらやっていただくことは構わないかなと思っています。それから高圧以下についてはですね、高圧以下の系統が模擬されているとは思っていないので、具体的には一定の調理改善があるということが認められますので、一定額の割引を採用するのも良いのではないかと、条件付きで良いのではないかと思っております。次に6ページいきまして、4つ目の問題してそもそも論なんですが、ロスをですね、元に割引を設定するということの妥当性について少しお話したいと思います。ロスが減少しても、全体の託送料金の低減には今の制度では直接
寄与しない制度の形なんですけど、ということを考えればですね、本来の託送制度の上で割引先、要するに割引のものをもらう原資がですね、違うんではないかなというのがそもそもの考えです。この分については次のところの7ページでちょっとお話します。で、これらまとめた結果としてなんですが、近接性割引全体の問題としてなんですけど、特定の小売事業者、今の場合、小売事業者に、もちろん割引が来るということを前提はしますが、一定の特定のものに割引が来るということは、他の小売事業者にとっては、その減少分を負担することになるというのは、ちょっとこれは攻撃戦にとってみると違うのではないかなと、たまたまその電源を我々買ったことが、一つ、その割引をいただくことになるんですが、その考え方からいくと、下の話になるんですけど、割引制度は、送配電事業者が別途ですね、なんかストックする基金とか、なんかそういった財布をですね、持つことで別会計から出す制度ではないのかなというような考えを今持っております。それでは、大きな論点の2つ目ですね、託送制度における損失そのものを取り扱いについてお話しします。これは託送制度の中から、ロスそのものを切り離したらどうかという提案です。で、現状の約款上のロスの基本的な取り扱いですけれど、現状では、需要家の使用量に損失率を加えて、それを接続対象電力量という形で、小売業者が実は負担して、出しております。で、これはですね、その時の損失分なんですけど、あらかじめ約款で決められた損失率、ロス率あるんですけど、これは資料6に書いてありますけど、5ですね、基づいて算出した電力を、あらかじめ用意して供給する形で同時ゼロをやっているというのが今の託送制度の仕組みになっています。実はこの決められた損失率というものが理論値であるということがもともとの原因で、実際の損失電力量とは一致しない、これは以前から昔ずっと指摘されているようです。ということで9ページもありまして、約款のその中からですね、ロスの新たな取り扱いとして以下のような考えをちょっと提案したいと思っています。まず同時ゼロの電力量は使用端の電力量を使っていただきたい、つまりお客様が使ったロスを入らないものを使っていただきたいというのがまず1点で、そのロスのですね、分と、それから変電所の所内電力量があるんですが、これはすべて、送配電事業者さんの方がリアルタイムで供給していただくということを提言します。で、この、ロスをですね、最終的に実際に供給しました後に、小売事業者さんの使用端の電力量がありますので、その量の割合で安分して、それぞれもう一度、その量を決めます。それをですね、最終的に、小売事業者に請求するという形で、生産をするということです。で、これはポイントはですね、シミュレーションの結果ではなくて、実際に、使ったで実績の生産によって、生産するということによって、不公平がなくなるということです。今は、ある家庭のもとに作ったロス率で、我々がロスを最初から渡して、それで全部生産していることになりますので、今の形よりも、非常にその不公平感が少ないというのはまず一つあるのと、それからこのような制度にすると、送配電事業者がロスに関わることに、直接ロスに関わることになりますので、非常に効率的な系統運営というものを、おそらく、運用者は意識することになると思います。例えば今日はこれくらいのロスが出たねということを毎日リアルに感じるわけですね。そういうことができる制度としては、これが一番いいのではないかと思っております。それでは次、飛ばしまして、あとは資料ですので、16ページまで飛ばしていただきます。最後に3つ目のポイントとしてちょっとお話したいのが、16ページにあります、FC の問題です。東京中部間の連携線の市場分断についてちょっとお話したいと思います。まずですね、1つ目に、この FC の問題、よくあるんですが、連携線マージンという問題と予備力の問題がありますが、その観点からですけど、まず FC の現状ですけど、周波数変換装置、容量が120万キロありますが、実は今年の、去年ですね、7月以降、FC の空き容量、西向きじゃなくて東向きですけど、恒常的に不足しまして、中間を昼間を中心にですね、混雑処理が続いています。ちょっと資料7ページですね、23ページ見てください。23ページ、これは、昨年の4月から今年の1月までの途中ですけど、おとついまでのデータを入れたものなんですが、右の方のグラフですが、これは分断率書いてあります。
4月から57、47、14とずっとありますが、今年の10月が87と、これは一月のコマが1440コマあるうちの実際に分断あったコマの比率です。でこういうような分断が今現在続いております。特に7月以降なんですけど、別所より非常に増えてまして、ほぼ毎日ですね、昼間は分断している。これグラフはですね、昼間の8時から22時の非平均の東西の約定価格の平均です。で緑のグラフは東西価格の差額をグラフに表しています。これが今の現状になっております。で戻りまして16ページですが、これからですね、分かることが、ここにありますけど、東西で別々の市場が、できまして、それでそれぞれの取引をしていると。で結果として、東西で別々の、市場価格が取引をして成立している。これが今の状況になっています。で一方、混雑の理由なんですが、FC の運用ルールの中に、皆さんご存知の通り、実際には常時60万を空き容量として開放しています。ただし、残りの60万については、東京電力さんの供給力対策ということで、常時、開けている運用をしています。これは運用上の系統連携、連携線マージンということで、今、開けているということです。ですから、我々が実際使えるのは、60万キロだけということになっています。次に行きまして、17ページですが、ではこの、マージンのことをどういうふうに考えていけばいいのかというんですが、FC の場合のケースですと、実は一定のレベルの信頼度を維持するために、ここにありますように、東京電力さんでは、会社間連携線で 3% の予備力を期待します。で、実際にはそのうちの半分を FC から、半分を東北連携から期待しておりますが、その分を60万として、ここに書いてありますが、瞬度予備力、いわゆる周波数維持のための目的で、この60万を常に空けているというのが今の現状です。で、最後にその予備力とですね、マージンの観点から、一体どういうふうに回避したらいいかという運用について、一応3つほど案を出しております。1つ目が、最初のポチですけど、実際にその、マージンそのものの根本的、本当60万いるんですかという議論を今ちょうど広域機関でやっておりますが、それを、改めてですね、活発にやってほしいというのがまず1点。それから2点目はですね、マージンそのもの、今、年間常に計画では80万キロ、それから、2日前になったら60万キロになります、マージンは。でそれで実は年間いつも60万なんですけど、きめ細かく時間帯とか季節に合わせて、もう少し減らすような検討ができないかという細かい運用の、提案が2つ目。それから3つ目の提案ですが、これはマージンの目的である瞬度予備力の確保をですね、目的にしてますので、とりあえず60万空けとけばいいという話になってますので、その意味では、ここにあるように、このフローちょっと言いますが、東西の市場分断が発生したことが予想されることが分かったときには、東京にあります送配電事業者が、東京電力管内から供給力をまず調達して、60ヘルツの方向に向かって、60ヘルツの送配電事業者に調整電力を融通します。差し金の潮流を逆に東から西に流すんですね。そうすると60万が空きますので、その結果ですね、売買、分断なくでスポットの市場が出来上がると。でその時の値段なんですが、当然、いらない電気を西側の送配電事業者は受けるわけですね。結局その電気は別のものに使えばいいんですが、結果的にはその値差の部分の調整の差額はあると思うんですが、それは市場の単価をベースにやっていただければいいのかなと思っています。これによって空き容量が確保できて、分断のない日本で一つの市場が出来上がると。それからもう一つ大きいところは、当然、重徴用を軽減しますので、ロス率の低減にもなるのではないかなというふうに考えています。それから2つ目、市場間の約定代金の差額の件なんですけど、これは前の制度設計の枠組みでも出ましたので、あれですが、これは FC の制約によって、制度上分断処理すると、必ずエリアの約定価格に差分が出ます。でその差額の分の売約定の総額と仮約定の総額の差額の分が生じた部分を、これ、約定代金差額というんですが、この差額の分は、この JEPIX の業務規定では、取引所の収入とすると決めておりますので、現在、26年度では19億円の大体、事業収益が出ております。これをですね、来年以降、今、業務規定変わりますので、この時点でこれを変えていただきたいというのが2つ目の提案です。で20ページにありますけど、今後も東西分断、ずっと頻繁に発生することが見込まれますので、この金額が増加するのですが、分断によって機会を損失した我々のような事業者ですね、対策保障がないということをちょっと考えていただいて、まず規定は改定していただく、
その後の部分については、利益ではなくて公的機関でストックいただいて、案1か案2のような形で、それを使っていただきたいというふうに書いています。最後にですね、混雑してると相談権の話で21ページですが、相談権の考え方で少しアプローチをしてみたいと思っております。で、この送電権という話なんですが、実際今の、会社間連携制のルールは、原則は優先、先着優先、仮押さえ禁止になっています。で、実はここにですね、先着優先制度に経済原理を導入して、利用者の公平性を維持するという手段として、送電線の利用の権利、いわゆる送電権の仕組みを導入したらどうかなというのがこの案でございます。で、送電権には実は2つありまして、物理的な送電権というのと、次のページの下にありますけど、金融的な送電権があります。で、ちょっと細かい話とか、ここにいろいろ書いてあるんですけど、今回ではちょっと省略しますけど、FC のケースでは、22ページのように、金融的な予備、送電権をベースに検討してはどうかなというふうに思っております。ちなみに22ページにあります、金融的送電権というのは、実は前提として市場取引の参加者に、混雑費用というものを負担させる制度でありますので、その制度を使いながら、それをいかにシェアするか。逆に言うとリスクのヘッジになるんですが、ある意味、混雑の提言にはならないと、混雑しても、必ずリスクが回避できるので、その混雑を少なくしようというインセンティブには働かないというのがこの制度の問題があるんですけど、今のところフィジカルな物理的な送電権を使うというのは非常に実際今既得権の方もたくさんおられてですね、なかなかオークションの世界というのはちょっとイメージできないので、とりあえずは金融的なところのアプローチからこの話をしていただきたいと思っています。で、最後の最後にちょっと24ページに書きましたけど、実は新しい FC は10年以上先にしかできないので、今の状態をですね、ずっと10年間我慢しておけということはなかなか我々も厳しいので、できましたら早急に検討いただいて、私が提案した以外のものでも結構ですけど、いろんな託送制度も含めて対応いただければ大変ありがたいと思っています。以上です。お二方ありがとうございました。